はいどうも、スーパーター7年中央だよね。今絶賛ね、放送中のドラゴンボールスーパー宇宙サバイバル編中央だよね。うん。そのね、まあ、キーパーソンとなっているゼオ様。うん。今回ね、負けたチームはね、即宇宙消滅中央だよね。その恐ろしいゼオ様。果たしてね、彼の正体は何なのか中央で、実はね、僕のね、まあ、信頼できる推理の方から、ゼオ様の正体のイラスト。うん。最終章でゼオ様の正体はね、もう、全破壊神がビビりまくっている、ゼオ様の正体がね、判明するっていうことで、そのね、公開予定のね、イラスト、うん、キャラクターデザインを入手しました。はい。それはね、まあ、本舗初公開っていうことでね。はい。では見ていきましょう。お。ドドン！これがどうやらね、もう何でも消しちゃう？ゼオ様のね、正体らしいっすね、これ。うん。もう消しちゃうよって書いてあるけど。もうこれがね、破壊神柴田すら恐れる全王様の全貌ですね、これ。はい。これ。これはどうやら、もう今後、これからテレビでね、登場する全王様の、まあ、正体だっちゅうことですね。はい。もう、口に出したらやばそうだな、これ。うん。消しちゃうよって、もう俺も消されちゃうかもしれない。うん。やっぱそういうことなんですよ。うん。っていうかね、ほんと、これ別にね、ディスってもなんともないし、もう俺ほんと運営さんにはいつも感謝してるからね。うん。もうほんと、消したとしても広告消すぐらいで俺の動画はね、一回も消したことないから、もう運営さんにはほんと感謝してます。うん。ほんでね、まあ、これ以上のことは僕しません。はい、できません。僕自身ね、いつも言ってるでしょ、動画で。運営さんに逆らったらダメですよって。うん。自分が、社員なら、運営さんは、社長だから、うん。社長に逆らうやつはバカだって普段から僕言ってますから、はい。僕はこれ以上のことはできませんっていうのはやりません。はい。ということでね、ゼオ様の正体、どうやらこれガセネタのようですね。ちっきしょ、あの野郎いつもガセネタ使わせやって。ということで、はい。もうね、これ以上のことしませんので、はい、はい、はい。もう安心してください。これ以上のことはしません。これが僕の限界です。はい。というわけでね、スバターでした。じゃあな、バイバイ。シュッ。